ブラックの強い要望で本格的な発掘作業が実施されると、さらに多くの骨が見つかった。しかし不運にもそれらはすべて1941年日本軍による真珠湾攻撃の翌日、行方知れずとなった。アメリカの海兵隊がその骨とともに中国を脱出しようとして日本軍に捕らえられたのだ。骨ばかりの詰まった箱を見つけた日本兵はその骨を道端に置き去った。箱が目にされたのはそれが最後だった。その頃デュボワがかつて活躍したジャワ島では、ラルフ・フォン・ケーニヒスボルト率いる調査隊がまた別の種類の初期人類を発見した。ガンドンのソロ川で発掘されたことから、後にソロ人という名で知られるようになる初期人類だ。この発見はもっと注目を浴びていいはずだったが、あいにく発掘方法に不備があった。ケーニヒスバルトは地元民に人骨一片を掘り当てるごとに10セントの報酬を与えると持ちかけた。その結果気づいてみると、地元民ができるだけ多くの収入を得ようとして大きな骨をせっせと小さく砕いてしまっていた。この頃から数年の間に数多くの人骨が発掘されて、次々と新しい名前が付けられた。ホモ・アウリグナケンシス、アウストラロピテクス・トランスバーレンシス、パラントロプス・クラシデンス、ジンジャントロプス・ボイセイなどだ。どれも大抵親族ないし新種とされた。1950年代の時点で人科に加えられた生物の数は優に100を超えた。事態をさらに混乱させたのは、生物の分類をめぐって個人類学者の間で改良や改定や論争が繰り返されて、その都度個々の名称が変更されたことだ。ソロ人の正式名はホモ・ソロエンシス、ホモ・プリミゲニウス・アシアティクス、ホモ・ネアンデルタレンシス・ソロエンシス、ホモ・サピエンス・ソロエンシス、ホモ・エレクトゥス・エレクトゥスを経て、ようやく簡潔なホモ・エレクトゥスに落ち着いた。分類に一定の秩序を設けようと考えたシカゴ大学の F ・クラーク・ハウエルは、1960年エルンスト・マイヤーなどによって50年代に提起されていた案を参考にして、属をアウストラロピテクスとホモの2つに絞ることと、種の多くを整理統合することを提唱した。ジャワ原人と北京原人は両方ともホモ・エレクトゥスとなった。こうして人科にしばしの秩序がもたらされた。しかし長続きはしなかった。中人類は人科に分類される。人科には絶滅種も含め、現生するチンパンジーよりも人間に近い生き物すべてが含まれる。一方類人猿は症状科として一括りにされる。研究者の間ではチンパンジーやゴリラやオランウータンを症状科に入れ、人類とチンパンジーを人赤としてまとめるべきだという意見も多い。つまり伝統的には人科とされる生物を人赤として分類するという考えだ。リーキーなどがその分類を主張している。人上科とは類人猿と人類の両方を含む一段上の区分となる。比較的静かに過ぎた10年の後、古生物学の世界は再び相次ぐ新発見に活況を呈し始めた。その勢いは現在も衰えていない。1960年代にまず話題を呼んだのはホモ・ハビリスだ。一部の研究者からは類人猿と人間を結ぶ失われた輪の正体であるとされ、また他の研究者からはそもそも新種ではないとされた。そしてホモ・エルガスター、ホモ・エルガスター、ホモ・ルイス・リーキー、ホモ・ルドル・フェンシス、
ホモミクロクラヌス、ホモアンテセッサー、これらはほんの一例に過ぎないのほか、アウストラロピテクス属のアファレンシス、プラエゲンス、ラミドゥス、ワルケリ、アナメンシスなどが登場した。現在すべて合わせるとおよそ20種類の生物が人科として分類されている。ただしその20種類の内訳は学者によって異なる。ある研究者は人科を2族に限定するハウエル式の分類方法を踏襲し、ある研究者はピテカントロプスの一部をパラントロプス属という新しい属に分類し、またある研究者はアルディピテクスという属を新たに付け加えた。プラエゲンスについてはアウストラロピテクス属に入れるものやホモアンティクスという新しい属に入れるものもいるが、独立した種として認めていない研究者が圧倒的に多い。現在のところこういう分類に関する不一致を取りまとめる統括機関は存在しない。ある名称が受け入れられるかどうかは唯一相違という形で、それも大抵は少人数の相違によって決まる。矛盾するようだが、実は問題として大きいのは証拠が決定的に足りないという点だ。天地開闢以来、無数の人類もしくは人類に似た動物が地球上で生を営み、それぞれがわずかずつ人類全体の遺伝子の変化に貢献してきた。そういう途方もない数のおそらく5000人分ほどの化石を手がかりに、もっと言えば化石のわずかなかけらを手がかりに、有史以前の人類に関する私たちの全知識は成り立っている。ごちゃ混ぜにしていいならトラック1台に全部積み込めます。ニューヨークのアメリカ自然史博物館のあごひげを蓄えた気さくな学芸員イアン・タッターソルは、全世界で見つかっている初期人類の骨の総数についてそう教えてくれた。出土した骨の数が少なくても年代的地理的にまんべんなく見つかっているならそれほど問題はないが、当然ながら偏りがある。規則性がなく、むしろ謎を深める出土物が多い。ホモエレクトゥスは100万年以上存続して、ヨーロッパの西端から中国の東端までを生息域としていたが、存在の確認されている個々のホモエレクトゥスの数はスクールバス1台分に満たない。ホモハビリスはさらに少ない。不完全な骨格2体のほかは下肢の骨のかけらがあるだけだ。私たちの文明ぐらいの歴史の短さだと、化石として記録が後世に残ることはまずないだろう。タッターソルは図を用いて次のように説明した。ヨーロッパのグルジアでおよそ170万年前のヒト科動物の頭蓋骨が発見されていますが、次に古い骨はスペインで発掘されたもので、一気に100万年近く時代が下がります。そしてさらに30万年の空白があって、ドイツのホモハイデルベルゲンシスとなります。それら3者は互いにまるで似ていません。ここでタッターソルは笑みを浮かべる。私たちはこういう断片的な証拠をもとに種全体の歴史を解明しようと努めている。全く無茶な話です。事実古代種同士の関係については不明な点がかなりたくさんあります。私たちにつながる種と進化の過程で消滅した種とはどういう関係だったのか、中には種として分類するべきでない種もあるかもしれません。資料の年代にムラがあるせいで、新たに発見された化石はいつも唐突で、他のどの資料とも結びつきを欠くように見える。もし年代ごとに均等に数万体分の骨が揃ったら、そこにはもっと微妙な変化がくっきりと現れるはずだ。新種の登場は化石記録に記されているようにいきなり起こるのでなく、既存種の中から徐々に起こる。
新種と既存種との分岐点に遡れば遡るほど新種と既存種との違いは減る。それゆえ後期ホモエレクトゥスと初期ホモサピエンスを判別することは難しい。時に不可能となる。そういう区別のつきにくいところでは断片的な化石の分類をめぐる論争が頻繁に生じている。例えばある骨がアウストラロピテクスのメスのものかホモハビリスのオスのものかという論争がその一つだ。確たる証拠が少ないので科学者はしばしば付近の出土品を頼りに推論を進めなくてはいけなくなる。空想の息を出ないものもあるだろう。アラン・ウォーカーやパッド・シップマンが皮肉っているように、もし発掘された道具とその付近で見つかった最も多い生物種とを関連付けるなら、原始的な道具のほとんどが牛や羊の仲間であるアンテロープによって作られたという結論を下さなくてはならない。こういう混乱を典型的に表しているのがホモ・ハビリスにまつわるさまざまな矛盾だ。はっきり言ってしまえばハビリスの化石はうさんくさい。それらを古い順に並べるとオスとメスとで進化の速度や方向が違うという現象が見られる。オスが時間の経過とともに人類に近づくのに対して、メスは同じ時期に人類から遠ざかって大型の類人猿に近づく。専門家の中にはハビリスという分類の正当性を認めない者もいる。タッターソリやその同僚ジェフリー・シュワルツもハビリスをゴミ箱のような種と評する。分類できない化石がとりあえずそこに投げ入れられるからだ。ハビリスを独立種として認める者たちの間でも、それが人類と同族かあるいは絶滅した系統かについては意見が分かれている。とはいえ最終的に問題となるのは科学者の人間性だ。科学者たちはどうしても功名心に駆られる。実際一塊の人骨を発掘した時にそれが騒ぐに値しない代物だと発表する古生物学者はめったにいない。もしくはジョン・リーダーが失われたはMissing Links で控えめに述べているように、発見時の第一印象によって新事実に対する先入観が築かれる。以上のような理由から当然議論の余地はいくらでもある。個人類学者たちほど議論好きな集団はない。古生物学の世界には他のどの分野にも増してエゴの強い人間が揃っていると指摘するのは、近年出版されたジャワ原人ジャバマンの著者たちだ。同書には研究者の欠点に対する批判がとても率直に数多く書かれている。とりわけ元領友ドナルド・ジョハンソンへの批判は手厳しい。以下にほんの一例を引こう。数年間の共同研究の中でジョハンソンはその身にふさわしい不名誉な評判を築いた。いきなりカッとなっては相手を人格的に罵るという評判だ。時には本だろうと何だろうと手近にあるものを投げつけたりした。それゆえ戦死時代に人類が存在したという公理以外、戦死時代の人類に関しては何を言っても大抵どこかから反論を浴びるということを踏まえて、以下人類の来歴について分かっていることを述べてみたい。人類は生物としての歴史のうち最初の 99.9999% までチンパンジーと祖先を共有していた。先史時代のチンパンジーについてはまだ謎だらけだが、それがどういう生物だったにせよ私たちはチンパンジーと同じ種だった。そして何らかの異変が起こったのが今から約700万年前だ。新しい一群がアフリカの熱帯林を出てサバンナに生活の場を移した。その一群こそ以後500万年にわたってヒト科の王者として君臨したアウストラロピテクスだ。
アウストラロピテクスには数種類あり、レイモンド・ダートによって発見されたタウングの幼児のような痩せた華奢型もいれば、もっと大柄な頑丈型もいた。ただし、直立二足歩行をするという特徴は、すべてのアウストラロピテクスに共通した。ある種類は100万年以上存続し、ある種類は数十万年ほどで姿を消した。私たちの現在までの歴史の長さに比べたら、一番短いものでも数倍長く続いている。世界で最も有名なヒト科の化石は、ドナルド・ジョハンソンによって1974年にエチオピアのハダールで発見された318万年前のアウストラロピテクスのものだ。正式名は AL288-1 だが、ビートルズの曲「ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンズ」にちなんで、ルーシーという通称で呼ばれるようになった。この発見の意義を確信するジョハンソンは、ルーシーこそ最古の人類であり、類人猿と人類を結ぶ失われた輪の正体に違いないと述べている。ルーシーは身長1メートルほどの小柄な体格をしている。二足歩行はできたが、どれほど上手に歩けたかは議論が分かれる。木登りは得意だったようだ。それ以上はあまり分かっていない。頭蓋骨がほとんど残っていないので、脳のサイズについて確かなことは言えないが、頭蓋骨の断片から推測する限り小さかったらしい。大方の本ではルーシーの骨は全身の 40% と説明されているが、 50% に近いと書かれている本もあるし、アメリカ自然史博物館編纂の本には3分の2とある。イギリス放送協会 BBC の番組ルイ・エンジンでは完全な全身骨格と紹介されたが、映像はどう見てもそれを裏切っていた。人体には206本の骨があるが、その多くは対になっている。右足の大腿骨が発掘されれば、それをもとに左足の大腿骨の形は推測できる。そういう対となる骨の一方をすべて除くと、骨の総数は120本、いわゆる半身骨格だ。この半身骨格を基準とし、なおかつ断片だけの骨を完全な骨とみなしても、ルーシーの骨は全体のわずか 28% にしかならない。全身骨格の約 20%。 人類進化の空白を探るの中で、アラン・ウォーカーはジョハンソンに 40% という数字の根拠を尋ねた時のことを紹介している。ジョハンソンは悪びれた風もなく、手足の骨106本を計算から外したと答えたそうだ。106本といえば全身の骨の半分以上に相当する。しかも手足はかなり重要な部位ではないだろうか。手足を使って環境の変化に適応したことがルーシーの最大の特徴だからだ。いずれにしても、一般に考えられているよりルーシーについて判明している事実は少ない。ルーシーが女性だったかどうかも本当は不明だ。体つきの小ささからそう推測されているに過ぎない。